あ、200ナイスありがとうございます。いや、お味噌汁作ってこんだけ、いやいや、レベルやばいよね。できないよ、松平カッペ。いや、あのね、昨日の余ったロールキャベツ、今日は朝使い切っちゃった。気持ちいい、全部使うの気持ちや。ね、もう一個ある。てかなんかさ、一昨日さ作った味噌汁一杯だけ残ってんだけど、あ、10個5倍ありがとうございます。ありがとう、5倍50個な。いつもお料理頑張ってるわね。そうなんです。でもあんまり褒められなくて、残ってんだ、どうしようかな、これ。みんなあるあるでしょ。びっくりしたふりしやがって。ほらこれ。これね、おいしいね。これ真似して作ってほしいな、リスナーさん。真似して作ってくれた人いる？ただね、ちょっとソーセージ入れたのがちょっとミスだったかな。そうだね。今日のが美味しそう。煮込みまくって。簡単だったでしょ、前の見てて。カクテルありがとうございます。いや、なんか確かにブロッコリーとかしめじとか、あとなんだろうな、いや、美味しい、これで美味しい。
余ったスープとか、できたよ。これもできたよ。何？嘘だ。ここ通っていいよ。危ないでしょ。手行きたいんだけど。大丈夫だよ。いいよ。ズボン置いとくよ。よいしょ。それでは皆さんご一緒いただきます。もうさ、あの無難な冒険しないでよ。これは何スープ？でもお味噌汁が好きなんだね。うん。え、今教授体に笑うと。あ、そうだ、今日は、うん、カクテルなんです。カクテル、うん、美味しい。早起きだね。
なんでだろう、ゼロワン自分だと起きれないじゃん。最近もいろいろ考え事して、うん、夢、前も今日悪夢見た。ゼロワン、ねぶたさ、ホテルと取れないらしいね。泊まれなかったらあれだもんね。ゼロワンが行きたいんじゃなかったの？もうそのモードなくなったの？配信か。ん？多分人多すぎないかもね、確かに。ああ。ねぶたね。確かに。でも行く人は行く。でも花火大会なんもなんなかったね。うん。あ、すぐかけて食べなよ。うん、もうちょっと食べて。ソーセージもないの？いや、あるよ。ソーセージとないんだよな。何中途半端にソーセージ残したの？え、いや、なんかスープも残ってたかな。パスタにしようかなと思って。でもお腹いっぱいになっちゃうか。うわ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 、持ってくの？初めて。お茶持ってかないで。お茶持ってかないで。え、初めてじゃない？ちょっとアニメ。ん？アニメ見ていい？いいよ。ごちそうさまでした。